会を担当いたします、マリオネットブラザーズというコンビの、井上と申します。どうぞよろしくお願いします。皆様こんばんは、向井蒼役の大木かなめでございます。連日テレビ報道でコロナウイルスが騒がれている中お越しいただきまして本当にありがとうございます。最後まで楽しんでてください。じゃあ続いて西川俊介さん、有機構成さん、失礼いたしました。ちょっと主演の方ボケですよね。主演の方を飛ばしてしまいました。申し訳ないので有機構成さんお願いします。はい、本日はスーパー戦隊ムービーパーティーにご来場いただきました。もうそうでしょう、だってニンニンレッドとバトレーレッドとキラメージャーいてそうですね、去年の夏に撮ったんですけれども、はい、個人的にちょっとすごいハードスケジュールでして、初っていうのをちょっと忘れておりましてね。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、これ初めてだったんだと思って。なるほど。そのハードスケジュールと真夏の暑さで、あ、はい、そういう苦労があってもそれどころじゃなかった。それどころじゃなかったんですけど終わってみて、あ、私初めてだったんだと思って。なるほど、はい、達成感もありつつ、はい、はい、よかったです。現場の雰囲気とかはどうでしょうすみません、ごめんなさい、先に言っておきますと僕こういうの初めてなので温かい目で見てくださいお願いします、ね。はい、現場の雰囲気とかはどうでした。結構タイトスケジュールだったので、みんなとゆっくり話すっていう時間がなく。あ、なるほど。で、栃木の方の廃校、はい、使われてない学校で撮影させていただいたんですけども、空調が効いていなかったので、みんなすごい暑くて、もうみんな扇風機回しながら無言でしたね無言で無言でやる、まあ、やるときはやったんですけれども、とにかく暑かったっていう。なるほど、はい、あ、まあ、夏の暑い中だとなかなか会話もしづらいですからね。そうですね、暑いねって言ってそうですね、本当に暑くて、外でも撮影してたんですけど、初日に確か外で撮影しててめちゃめちゃ焼けちゃって、でシーン変わったらめっちゃ真っ赤になってるんですよ、腕が。つながりとか一切ない映画になっております。いや、それを上映前に言うのは良くないと思います。聞いたところによると、はい、昨年青がキーポイントだったというふうに伺ってるんですけど。あ、そうですね、なんか青の生徒会もそうですし、はい、青に関わる映画とか作品が多くて。あ、そうなんですね。去年を色で表すと青でした。なるほど、去年のラッキーカラーが青だったとまあラッキーカラーとは言ってないですけどまあでも青ですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、自分基本姿勢が悪いんで。あ、なるほど。姿勢には気をつけましたね。御曹司のその上品さを出すというか、はい、そうですね、上品さというか、あとやっぱ26歳なんでね、はい、になるんですよ、もう4月で。あ、そうなんですか。高校生役が結構ちょっときつい部分があるので十分お若く見えますよ、ね、そこをちょっと意識しましたね。なるほど、はい、はい、なんかこの青の生徒会の雰囲気はどうだったみたいなのありますか。雰囲気ですか、はい、いや、さっきかなめさんが言ったように、いや、暑かったんでね、はい、もう少し親睦を深めていた方が良かったかもしれないですね。はい、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、普段は芸人をやってるんですけれども、まあ、漫才の方が緊張しましたかね。あ、意外と意外こっちの方がもう自然体で俳優に向いてるのかな。俳優に向いてる。うち浅い企画なんですけれども、はいはい、浅い企画俳優部もあるんですよ。もう俳優部に移籍しちゃおうかな。いや、そうですか。こっちの方が向いてるかなと。いやいや、それは、ね、コンビなんでね、なかなかやめてほしいですけどキラメイジャー出演おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回そのキラメイジャーでブルー役とは、はい、全然違うような役だった。びっくりした、もうキラメイジャーの話じゃない。違う、はい、そういうなんか違う役柄だったというふうに伺ってるんですけど、はい、いかがでしたか。あ、そうですね、なんか悪者みたいな感じの役だったんで、はい、すごくニヒルにやらせていただきました、はい、ちなみにキラメイジャーのブルーの方はどういう役だったんですか。ですね、まあクールでストイック。あ、なるほど、はい、感じでございます。なるほど、いろいろ幅広く演じてらっしゃるということですね。そうですね、はい、ありがとうございますまあカルタブのシーンがちょっと花札をやってるシーンがあるんですけども、あそこら辺のちょっと撮影のシーンがいろいろとやっぱ大変で熱くて
そうですね、本当にもうまた僕が最後言っちゃうんですけど熱かったんですよ。でもなんかそのシーンはすごいいいものシーンが撮れたなと思いますので、ちょっとあの楽しみにしてもらえたらなと思ってます。なるほど、じゃあそこら辺も楽しみに、あの次見てください。次というか今見てください。お願いします。一番目立ってんのずっと出てないのに。いやちょっと皆さんのね魅力をちゃんと引き出したいと思いますから、はい。